株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。オリックスは27日、25年ぶり13度目のパリーグ優勝を決めた。これはデモ音声です。25日にレギュラーシーズン全日程を終えた中、2位ロッテが楽天に敗れたために決定した。株式会社 AI によるデモ音声です。同球団 OB で米大リーグのマリナーズで会長付き特別補佐を務めるイチローさん48が祝福のコメントを寄せた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。オリックスバファローズの皆様、リーグ優勝おめでとうございます。株式会社 AI によるデモ音声です。95年の阪神淡路大震災を経験し、頑張ろう神戸のもと、ファンの皆さんと気持ちを一つに戦い優勝したことは、今も私の心に刻まれています。これはデモ音声です。あれから長い年月を経て、当時オリックスの先輩だった中島選手が監督として、そして当時まだ生まれていなかった選手たちも一緒に25年ぶりに、チームをリーグ優勝に導いたことは大変感慨深いです。株式会社 AI によるデモ音声です。今日の優勝は、あの忘れられない日々を共にしたファンの方々にとっても、当時を知らないファンの方々にとっても、熱い気持ちを呼び起こしてくれたのではないでしょうか。これはデモ音声です。当然次は日本一期待しています。これはデモ音声です。シアトルマリナーズイチロー。